こんにちは、 DJ SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いて良いと思ってくれた方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。動画視聴の際ちょっと遅いなと感じた方は画面右上の歯車マークを押せば倍速設定ができるのでお試しください。それでは本日もフェザー級先生の話がいっぱい出てきますね。まあおそらく来年には井上尚弥選手がフェザー級に上げるかもしれないということで、今自分が一番注目している階級がフェザー級なんですよ。そこで現在 IBF フェザー級でランキング1位につけている亀田智樹選手の名前が出ました。それというのが IBF フェザー級のチャンピオンアンジェロレオのインタビューが上がりましたね。まあこれっていうのは日本の YouTuber ヤスボクシング研究所さんが日本語訳して取り上げてくれたものですね。ありがとうございます。ヤスボクシング研究所さんのリンクはコメント欄に貼り付けておくので、よかったら視聴の方お願いします。ということでアンジェロレオのこの次戦についてのインタビューが上がってますね。一応アンジェロレオの次戦はもう指名試合の亀田智樹選手が濃厚ということなんですけど、アンジェロレオ自身がどう思っているか、ここが一番気になりますよね。これはもうね、どの選手も思っていることですよね。井上尚弥選手というね、そういう目標があるんですよ。アンジェロレオは、まあ一番のビッグネーム、来年あげるかもしれないと言われている、井上尚弥選手と戦いたいんですよ。井上尚弥と戦うために、まず、日本のボクシングファンにアピールするということですね。そのために、まず、亀田智樹と戦うと発言しました。おー、やっぱり名前出ましたね。亀田智樹氏の話によると、交渉を行っているというね、こう言っていたんですよ。そしてアンジェロレオはトップランク興行のオプションを2試合持っているんですよね。で、亀田智樹対アンジェロレオはトップランク興行で行われるかの話なんですけど、どうやら亀田陣営は、日本で最高ファイトのリングで戦うと言ってますね。そのために指令が来たら、まあ入札となるんですよね。そこで最高ファイトがそれ相応の金額を出せば日本でできるということなんですよ。あとは指令が来なくてもこのオプションを最高ファイトがお金を出せば買い取ることもできるということですね。なのでアンジェロレオ対亀田智樹の試合は日本でやるというのが濃厚ではないでしょうか。そしてアンジェロレオが次の試合が亀田智樹になると明確には言っていないんですが、来年初めぐらいになるのではと言っております。なのでおそらくこの最高ファイトとこのアンジェロレオ、これ交渉を進めていて1月あたりに行われるのではないかと思います。アンジェロレオは亀田を倒して日本にアピールして井上尚弥と戦いたいと言っておりますね。まあとても謙虚な選手だと思いました。そしてフルトンについての発言もしていましたね。スーパーバンタム級時代にアンジェロレオはフルトンに負けてるんですよ。直近のカストロ対フルトンの試合を見て思ったことを発言しております。フルトンはフェザー級に上げて少し重いように感じたと言っておりますね。スーパーバンタム級の方がいいパフォーマンスで戦えているように見えたと発言しております。逆にアンジェロレオ自身は、スーパーバンタム級でフルトンと戦った時は減量区だったと言っておりますね。そしてアンジェロレオフェザー級に上げてスーパーバンタム級時代より力を発揮できていると言っております。ただフルトンはもう1年以上相手の試合だったので動きが鈍っていた可能性もありますよね。そしてそのフルトンなんですけど、12月14日日本時間で12月15日のデイビス対ローチのアンダーで出場すると言われております。これがなんと、
WBC 暫定チャンピオンのブランドン・フィギュラーとフルトンになると言われておりますね。そしてちょうどそのニュースも出てるんですよ。これがジロー寿司さんがブランチボクシングを引用してアップしていたものなんですけど、グレートニュースが出ておりますね。なんと、WBC フェザー級のチャンピオン、レイ・バルガスがニックボール戦で痛めた、肩の手術のために、正規チャンピオンを降りるそうですね。どうやら、レイ・バルガスは、休養チャンピオンになると報道されております。そして、そのまま、暫定チャンピオンのフィゲロアが、正規チャンピオンになると言われております。そしてそのままフルトンとの試合というのは、WBC フェザー級の正規チャンピオンのタイトルマッチとして行われるそうですね。ただこの情報に関してはまだブランチボクシングしか報道してないんですよ。現在のところまだ WBC は発信してないですよね。なのでここも正式発表を待ちたいところです。いやー、ただこれはもうグレートニュースですよ。ついに年一ペースでしか試合をしないレイ・バルガスが、ある意味これ返上みたいなものですよね。レイ・バルガスはフェザー級のチャンピオンになった途端、いきなりフェザー級のベルトを保持したままスーパーフェザー級に挑戦したりと、かなり舐めたことをしているんですよ。そこでもうフェザー級を止めちゃってるんですよね。そこでフィゲロアが暫定チャンピオンとなって、しかもレイ・バルガスは年一ペースでしか試合をしていない。これはもう格下げ妥当ですよね。ただこれもう一方で結構盛り上がってる話題がありまして、以前これリアドシーズンの方で現在 WBA のフェザー級のチャンピオンニックボールがまだチャンピオンになってない時、レイ・バルガスに挑戦して2回ダウンを奪いながら判定ドローだったんですよね。そこでレイ・バルガスとニックボールの再戦というのがちょっと盛り上がってるんですよ。これはプロモーター的にもまあ、リアドシーズンでやると思うので、これは可能な試合ですよね。逆にやはりフィゲロアとレイ・バルガスというのは、もう今プロモーターの関係でできない可能性もありますよね。レイ・バルガスはもともと PBC だったんですよね。そこで PBC をもう離れております。まあレイ・バルガスからしてももう半分リストラにあったかもしれない。PBC の興行に出たくはないですよね。 PBC の方もレイ・バルガスをどう思っているかわかりません。なのでこのニックボール対レイ・バルガスというのはまあしっくりはきますよね。ここでこれ先ほどですね、ニックボールが ESPN のフェザー級ランキングで、どうやら1位となりましたね。 ESPN はフェザー級で1番はニックボールと決めたようです。今フェザー級で面白いのがもう誰が一番か分かんないというところですよね。ズバ抜けたチャンピオンがいない。チャンピオン誰しもがもしかしたら次の試合で負けるかもしれない。そして WBO の方も、10月11日に入札が行われます。これはロベシー・ラミレス対エスピノサの再戦ですよね。これおそらくまあ決まると思うんですけど、これもどっちが勝つか分かりませんからね。もう今フェザー級は誰が井上尚弥と戦うか、もうロードトゥ井上尚弥となっておりますね。井上尚弥、4月のラスベガスがだからこれフェザー級になる可能性はありますよね。いやー待ち遠しいですね。そして最後に決まりましたね。なんと、WBC ライトヘビー級暫定タイトルマッチとして、どうやらベナビデス対デイビッド・モレルが決まったようですね。これっていうのはまだ日時と場所はまだ発表されていないんですけど、どうやらこの試合自体は決まったようですね。これはおそらく来年ではないでしょうか。ということは、12月14日、タンク・デイビス対ローチのアンダーカードに、このベナビデス対ジェシー・ハートが入るのではと言われていたんですが、これは入らないということですよね。そしてベナビデス対、モレル、これライトヘビー級なんですよね。これ勝っ
った方が次誰とやるのか。いや、みんなが一番見たいのが、カネロ対このベナビデスだったりモレルですよね。ただこれベナビデスもモレルも、直近の試合見たんですけど、ライトヘビーではちょっときついんじゃないですかなと思いましたね。これはもうスーパーミドルでいいのではないでしょうか。スーパーミドルでこの勝者がカネロとやるというのはできないんでしょうか。ただベナビデスもあのモレルも、まあ金にならないんですよね。なのでベナビデスとモレルも、まあこれ勝ってもう一回ぐらい誰か有名選手を倒さないとカネロとはできないかもしれませんよね。そしてカネロの方は、5月に、どうやら WBC の指名戦でクリスチャン・エンビリというあの無敗の選手と防衛戦を行うという話が浮上しておりますね。このクリスチャン・エンビリというのがまあすごく強いと言われている選手で、まあ、最強挑戦者とは言われております。カネロは、この5月、このエンビリを倒した後は、ビッグマッチやってほしいですよね。カネロ VS ゴロフキン以来のビッグマッチを見せてほしいと思います。ということで、フェザー級の話は、毎日出てくると思います。その都度またこちらの方でアップしたいと思うので、皆さん、チャンネル登録の方、ぜひ、よろしくお願いします。それでは、以上です。あ、それと X と Instagram のフォローもよろしくお願いします。それと自分がサブチャンネルで行っている、キックと MMA を緩く発信している格闘言いたい放題ラジオの方もよろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。